そしたらあのテンション上げていきましょうか。テンション上げて、はい、ちょっと少し話題を変えて、わざとらしい、カッターシャツの板に染まっていいよ、わざとらしいけど、はい、エンジョイライフいきますよ。それちょっと今度はね、少しだけテーマを変えましてね、家族の子供たちというかね、その教育方針というかね、好きやな教育テーマですよ。教育テーマ、はいはい、それちょっとで、何の教育？子供たち、子供たち、はい、自分の子供たち、自分の子供、お父さんお母さんが教育、そうそうそう、それでまあ松谷さんなんかね、一応まあ子供の時代あったと思いますからね。あるやん。それも含めてね、良かったとかを含めて、それに対して今の子供たち問題が大きくなってると思うんですけどね、なんか気をつけてることとかね、そういうのがあれば。あなたは？私はちっちゃい頃はね、まあまあこう、じゃあ子供かな、うん、私自身が、はい、あなたが小さい頃の話、はい、岡山の田舎で育ったんですけども、うんうん、まあ、比較的まあ貧乏なところで育ったんですけども、うん、まあ自由に、うん、自由にさせてもらったと。何兄弟？2人兄弟。少ないな、はい、その時代じゃな。そう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 、うん、だからどういう教育やったのよっていう。どういう教育？もう好き勝手にしてました、ね。親父怖かった？親父はまあ怖かったね。怖かった。雷親父。雷言うほどないけど、まあまあこう怒られた時はもうどつかれましたね。うん、なるほどな。うん、でだからどうなんかあなた。なので感謝してますね。いや、あなたはどうやって自分の子供を教育したの？私はもう叩いたりはなんもしないですね。だから誰も叩くとか、そんなこと言う、どうやって教育したのって聞いて。基本的に、うん、まあうちの嫁さんがいろいろああせこうせ言って、そのフォローやね、うん、まあ勉強できるもんな、子供な、うん、まあまあ成人してるけどな、うん、国立大学、うん、兄弟、何人子供だったっけ、3人、みんな国立大学ちょっと1人だけか。そっか。でまあなんだ、その子供の教育って家庭それぞれないよ、そもそもが。そんなの別に聞きたくない、参考になる、何もならへんだろうし、全然な。ただまあやっぱり写し鏡よ、昔もそうだけども、もうその子を見ればそのお父さんお母さんが分かる、うん、でもお父さんお母さんを見てもその子供はどんなんかは分からん。その子供を見れば大体想像がある。特にね、特に思うのは、歩き方なんか同じ歩き方がしてるからな。そうですか。そう、娘とか、だから俺だったらうちの娘とか、息子とはそんなに似通れへんけど、娘なんか無性が目立ったら俺の歩き方やなみたいな。まあまあ、知ってますけども、そういえばよく似てますね。いや、ある雰囲気ね、はい、雰囲気が似てくるわけ。あ、はいはい、ある意味だから写し鏡なのよ。でただまあその子供って、その要は小学生、中学生、高校生、まあ高校生から大学生ぐらいまでの間って、そんなに自分の親と似たくないし、じゃないようにするけど、まあやっぱある程度成人になって30歳40歳とかそれぐらいになってくると、自分の親に似てくるのよ。で受けた教育というか、その両親がいつも言ってたことをやっぱ同じことまた子供に言うのは、やっぱり似たようなもんなのよ。でまあこのチャンネル、このビデオね、はい、基本的にはビジネスっていうか独立起業とか、うん、でそのやっぱり、なんでしっかりビジネスしてしっかり稼いでいきましょうっていうのは、やっぱり動画なんで、うん、教育ってもう無駄なこと、時間もったいないんでね、うん、8、今日10分でいくでしょ、はい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 、で一番はやっぱりね、自分の子供もビジネスマンにしないとダメ。自分で会社を作って自分で事業できるようにしていく子供を作らないといけないのよ。ここに焦点当てるけど、ってなるとどうなるかっていうと、普段から両親が自分の会社であったり、自分の会社であったり自分のビジネスの話であったりとか、で将来次にこういうビジネスでここでこういうことやりたいとか、あ、ここ失敗したからっていう話をいつもやっぱり
話してると家庭でね、だから子供もやっぱそうなるわけ。うん、うん、例えば月給を30万円もらったとしようや、あなたが会社員で、はい、40万円でもいいわ、はい、でその月給の中からなんとかここをやりくりするっていうような話の内容を家計の中でちょっとでもあると子供もそうなっちゃうのよ、わかる、うん、でそうなると、前回やったっけ、前回の話の教育、授業教育の話じゃないけど、バカな営業マンと一緒で値段のことしか言わないような人、こんなっちゃう、値段のことしかわからない、要は価値、その何かを自分が想像した時のもの、想像するもののサービスでも商品でもね、その価値をどれだけ世の中に伝えて利益を上げていくかっていう感覚が薄れていく、うん、ちょっと難しいかな、いやいや、あの、わかりました、だから、うん、あの松谷さんの場合は、うん、今会社やってますよね、うん、会社やってると、うん、で子供もそういったことを、うん、まあ、サラリーマンじゃなくて、うん、実業家というかそういうのやって欲しいということをやらないとダメということですね、絶対にダメです、なるほど、もうこれも絶対です、 あなたもそれははっきりこれ言ったらいいじゃん、それだってサラリーマンダメって言った方がいいよ、いダメだから、いやいや、わかるわかる、あの、まあ、うちの息子ももう30で子供できてね、うん、だけども最初就職するときにね、うん、私俺はずっとサラリーマンでやりきると、うん、誰か子供が言うたあなたの、うん、うん、あそうかと、まあいいかなと思ったんやけども、なんでもう、まあ、安定しとるからね、安定し、あんたバカいやいや、それでね、うん、あのそういう思いというのはやっぱりちょっと違うなと思ったんで、うん、今聞いてそれを、ま、あのよりね強く出した方がいいなと、あなたが今俺に教育されたわけ、そう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 、うん、そんなん誰も聞いたくないし、OK、そういう感じだ、ね、元に戻りますよ、うん、教育といろいろあるよ、例えばじゃあそのさっきの話、子供を叩くとか叩かないとかいろいろ話、あなた言ったでしょ、でもそんなこと聞きたくもないわけよ、そんなの人の家庭それぞれなんで、叩く叩かないとか勉強するとかしなさいとか、それは教育ではない、俺からしたらしつけ、ただの、うん、ただの、うん、それは何の意味も、それは話しても、それはあるよ、それで話はできるけども、そんなこと聞きたくもない、一番大事なことの教育の今回のあれ一つ挙げるならば、必ず自分で事業をしなさいっていうことを教え続けるってことで、あなたが事業を自分でしたらどういうメリットがあるかっていうのを子供にやっぱり伝え続けるっていうか、誰だってお金持ちになりたいわけよ、誰だってね、わかるでしょ、で会社員って限界があるのよ、どれだけやったって、例えば年収2000万取りましょう、これぐらい銀、例えば証券なんかいると思うよ、外資系だったらいるでしょ、2000万ぐらいプレイヤーで会社員でもおる、でも2000万年給料もうて、そこから所得税いかれてむんちゃらむんちゃらでやられてて1200〜1300万ですよ、はいはい、の手残りなんていうのは、はい、社会保険とか何で引かれてバカみたいにね、はい、でそっからじゃあ生活してやってたらそんな豊かじゃないわけよ、であなたよくあの保険もやってるでしょ、保険代理店で会社の社長さんとこそこセールス行くわけじゃない、節税保険なんかね、売りに行くときに、だから何がやっぱり会社経営者はいいかっていうと、これはっきりここで見てるように言うと経費よでしょ、所得税社会保険料のかかる実際の収入ではなしに経費を使えるってとこでしょ、それ一番よく分かってるでしょ、経費から保険引っ張ってんねんから、でしょ、はい、うん、だそういうところの数字感情っていうのを子供にもやっぱ教えていくってことなんよ、わかる、わかりますよ、うん、あのだから会社経営者って当然それはしっかり利益を上げる会社を作らないといけないよ、それまでは普通のサラリーマン会社に比べたらものすごく苦労してるわけよ、ーハードワーク、まあ前もやったようにハードワークなわけよ、でしょ、でもそこで利益を上げる会社を作れば今度は実際の収入で生活してないんですよね、言い方悪いけどそうですね、じゃあもうすごい言いにくさいな、いやいやいや、ね、税務署とかちょっとだけ言いかけるけど、まあ、そういうことだよね、大丈夫、税務署みたいな分かる、分かる、めちゃめちゃ分かります、それ、うん、それはっきり言った方がいいわけ、子供に、うん、分かりますね、まあ、あの先にね
税金を取られますから。でね、俺一番ダメなのは、一番教育、この教育で一番ダメなのは、お金の話をしたらダメとか、昔はあったわけよ。お金はそんな綺麗なもんじゃないようなイメージを僕らは子供の時で植え付けられた親にもな。うん、そうですね。どちらかというとよ、あんましたらダメな話だと、タブーな部分だったわけよ。でもそこを学校でも教えてくれないわけよ、これ。そうでしょ。で、会社勤めする、学校卒業して大学も教えてくれない、義務教育を教えない、高校教えない、大学を教えない、で会社員勤めても知らない、会社員のままだったら知らない状態を、働いてタイムイズマネーで給料もらってるわけ、時間給とか月給制 で知らん間に死んでいくわけよ、そのまま。子供の時にそれを教え、アメリカなんか絶対先進国がやってるから、そういうこと、ストックマーケットでもそうですよ、株式ね、株式でもそういうことまで教えてるわけよ、どういうものなのかと、株式会社とか踏み込むと。だからそういう昔であったら言えないタブーな話を家庭でしっかり子供に伝えていきなさいと。もう一回元に戻るけども、給料をもらって所得税引かれて社会保険料引かれてその他もろもろ引かれて、真水の部分ので生活してないんですよと、経営者はと。何がフフフな、いやそうやね、確かに実際そうでしょ。そうそうでしょ。だそこが大きいから、会社をしなさいが見てるとも個人事業主になりなさいと、起業しなさいっていうことね。これ全てよ。でもその代わりに失敗すればあなたの責任ですよ。失敗なんかしないから、事業なんて、事業を起こすっていうことはリスク少ないから、極めて、会社員でいる方がリスク高いよ、僕からしたら。そう、いや、あなたはそこはっきり言って、僕最後まとめて、会社員でおる方がリスク高いと。ね、時間のリスクが高すぎるんですよ。そういうことですね。いや、俺じゃないじゃん、言ってた。はい。子供たちにもね。子供の教育なったもんね。子供たちにも、事業化を進めて、そのメリットというのが非常に大きいと。うん、税金的にも、キャッシュ的、お金的にもね。何よりも、でも一番何より大事なのは、考える力がやっぱり会社員と比べたら全然違うんで、経営者って。時間の管理の仕方も当然違うわけよ。もう何から何までが差がついていくわけでしょ。で、1年ごと2年ごと3年ごと10年経ったらもう絶対差がついてるわけじゃん。これ実際見てるでしょ、現場で。あなたパナソニックいてました。だから今でも同窓会で会うとか言うてでしょ、で大学の同窓会でも、もうみんな還暦過ぎてもね、みんなサラリーマンです、還暦過ぎても会うって言うでしょ、でもあなた前俺に言って話してても、会社員の人と経営者とはもう話に、あれも話合わないでしょ。合わないでしょ全然。じゃあ何が合わない、何合わないところ、合わないところ、まあ、生活のパターンが違います。分かりやすく言うと、分かりやす、ものすごく分かりやすく言うと、持ってるものとか得るものをの上限がもう決まってるんですよ。この枠の中でしかやれない。そうですね、っていうことは、この枠の中での思考しか出てこないんですよ、もう。言うよ、教育最後よ、もう時間長くなる。この枠の中の思考しか出てこないんですよ。お金を使う人も何にするんでしょう、分かる。例えば住宅ローン一つ、家建てるんですよ。不動産何かやるんでしょう、いいかな。でこの中での話しかしてないところの家庭の子供っていうのは不幸なんよ。じゃあビジネスをやってる両親で、ビジネスをそこに子供に伝えていくとどうなるかというと、無限なのよ、無限大ですね。もう無限に伸びる可能性がありますね。無限なんですよ、何見ても。だから例えばレストラン行って何かを見る、でこのお店はゆるゆるくらぐらいの売り上げあると思うとか、ね、あこういうデザインにしたらもうちょっと売れるとか、こういうサービスしたらもっといいとか、そういうことを考えれるか考えられないかの家庭環境の差が一番大事。いい話ね。いやいい話です、これ。いや、続きもう一回次やる。そうそうやね、はい、うん、まとめて、はい、子供たちの、まあ、教育というテーマでやったんですけども、まあ、サラリーマンじゃなくて事業家という子をより進めていったらいいと、そういう教育をしていると、もう授業やれと、授業やれと、それは教育、もう大学卒業したらすぐやれと、高校、卒業でもいい、大学辞めてもいいから、もうすぐ授業しなさいと。分かりました、これは私自身もちょっと反省しました、すぐしなさいと。
で今からでもあなたの反省、今日の反省は今からでも遅くない、子供さんが30だからよ、はい、お前からでも遅くない、すぐにやれと、すぐにやれ、遅くはない、ちょうどいいですね、オッケー、はい、だから見てる人、okay. 自分の子供にもすぐにすぐにやれね、オッケーです、はい、とりあえずはい、じゃあ終わります、はい、はい、オッケー、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。